送局。皆さんこんばんは、ゆうと放送局のゆうとでございます。ということで、こんな直前になってしまったんですが、皆さんお待ちかねのレイアウト紹介やりたいと思います。多分めっちゃ久しぶりですよね、レイアウト紹介の。で、今回はですね、確か第14弾の、ヌゲージレイアウト紹介ということでね、前回第13弾は、確か7月ぐらい夏にアップして、それ以来ですねアップしてないので、ね、久しぶりのレイアウト紹介になると思うんですが、今回も、まあ、前回からかなり変わってしまったんでね、まあちょっといろいろ思うところあるんですが、まあ早速皆さんにお見せしたいと思いますので、どうぞ。はい、ということで皆さんお待たせいたしました。新しくなったレイアウトをお見せしたいと思います。こちらです。じゃじゃーん。どうですか？ちょっとごちゃごちゃしててね、建物ばかりでちょっと見えにくいとは思うんですがね。はい、こんな感じになりました。まあ変更点としては、まあここがあまり変わってないですね。まあちょっとなんか二つだけ留置線というか宿というかそういうのがあるんですけど、この編成やばいですよね。クリーニングカー、これも重すぎて走れないですけどね。まあいいや。で、ここら辺はねあんま変わってないじゃないですか。カーブフォームがあるっていうのは、ここがね変わってますよね。これな、第何弾だっけ、なんか一回ね、こういう立体交差のありましたよね、何回か。まあそんな感じです。なので、まあ前もやったことがあるんですけど、それよりもうちょっと手をかけてみました。手をかけたというか、結構ね細かく作ってみました。どうですかね、今回どっちかというと都会風になっておりますね。まあこっちはどっちかっていうとちょっと田舎というか、こう山ではないけど、なんかわかりますかね、都会ではない感じじゃないですか。で、急に視点を変えてここにすると、お、ちょっとなんか栄えてるなみたいな感じになりますよね、っていう感じにしました。普通に公開機っぽくしてもいいんですけど、ちょっと寂しいなって感じなので、これはね、自作の結構雑なんですけど、築堤を、こっちが築堤で、こっちを見ると普通にもう道路っていうね、こういう感じの雰囲気、なんかうまく説明できないけども、はい、わかりますかね、なんか都会っぽくなってるのが、駅前に東横インだとか、建物が結構こんな感じでたくさんありますね。で、今回のレイアウトの見どころとしては、まあもちろんもうお見せしている通り、この公開機と、今まで通りの島式、両方今回はね2つ駅を設けましたっていうことなんでね、全面展望を撮った時とかもね、よりリアリティが増しますよね。なんか駅がちゃんと2つあるので。あとはですね、裏側は基本的にちょっとビルとかで見えなくなっちゃってるんですけど、かなり今回はシンプルな配線になっております。で、直線で登っていって、勾配になってるんですけど、それを外側に行って、で、このマンションとか、これもね、自作の築堤っぽくしてみたんですけど、そこの裏を通って、で、カーブですね。カーブを曲がって、高架駅に入って、で、そんでもって、ここに踏切のセンサーがあるんですけど、これを通過します。で、今度はその外側ですね。この木がこう、この間買ったなんだっけ、何本セットだっけ、あれ忘れちゃったけど、あれをね、大量にこういう感じで並べてみました。ちょっと気持ち悪いけどね。そして、これ立体交差ですね。立体交差をして、で、今度はね、下を走っていきますよ。そして、今度カーブホームへと進入していくわけでございます。どうですか？今回のレイアウトは。まあ、前の方が良かったとかね、前の方が、確かにレイアウトは長かったんですよ、一周が。だけどね、今回こう、すっきりしていいなと思いました、配線自体が。ヤードはね、本当はね、もっと拡張してね、たくさん作っても良かったんですけど、まぁ、ちょっとここに駅を置いたりとかすることでね、まぁ、ちょっと、ヤードはね、残念ながら2本しか、置けないんですけど、まぁ、でもまぁ、全然、普段そんな車両並べたりすることないので、全然十分でございます。これをね、言うの忘れてたけどね、何より、今回のレイアウトの一番の見どころはね、まぁ、公開機もそうなんですけど、これでございます。はい。自動踏切復活でございます。またですね。はい。めんどくさくてね、配線がめんどくさくてね、しばらく廃止にしちゃって、もう使わない予定だったんですけどね。なんと、
この間ちょっと部屋を片付けてたら、部屋のものをいろいろ整理してたらね、出てきてね、うわ、懐かしいと思いまして、テストしたらちゃんと動いてくれたのでね、いや、これ、早速使おうということでね、急遽またレイアウトに組み込みました。以前はこれダミーの踏切置いてあったんですけど、今回はちゃんと稼働いたしますよ。で、まあ、この板に関してはね、これ自作なんで、ちょっとガタガタなんですけど、そこはちょっと皆さん お許しくださいませ。はい。で、あともう一つね、この遮断機がちょっとね、閉まってる時にね、何かに接触したのかわかんないですけど、微妙にこう曲がってるんですよね。わかります？上に。はい。なんでまあ、でも、折れてたりね、してないので、全然普通に動いてくれたんで、そこはお許しください、皆さん。はい。ということで、はい。駅を出発して、すぐ自動踏切があると。しかもカーブですよ。このカーブの踏切ってかっこよくないですか？ね、こんな感じで。はい。何を言ってるかわかんなくなってきたんで、早速最後にですね、試運転をして終わりたいと思います。ということで今回の試運転する車両はこちらですね。287系のパンダクロシオでございます。なんでこいつにするかっていうと特に理由はないんですけど、6両ということでね、10両だと結構めんどくさい、出すのがめんどくさかったんで、ちょうど手頃な6両編成で、でしかもかっこいいですからね、パンダクロシオね。こいつでやっていきたいと思います。いきます。はい。一応ね、レールのクリーニングはね、一応したんですけど、まだ完全じゃないのでね、もしかしたらライトのね、クリーニングまだしてないんでね、チカチカしたらすいませんね。はい。どうですかこの感じ。たまらないですよね。ブレちゃってるけど。かっこいいですよね。おー。ちょっと初めてなんですよ、走行させんの。で、はい、こんな感じで、これ一応単線になってますね、ここだけで。ちょっと建物が邪魔で見えへんけどもここで合流します。見えないね、ちょっとポイントのところが。はい、今本線合流しました。はいはいはい。でちょっとね、残念なところはね、ちょっとまあいろいろ事情があるというか、ここセンサーがないのでね、ちょっとセンサー作動しないんで、踏切が開いたままね、ヤードの出るときはね、踏切が開きっぱで、入っちゃうわけなので、そこはちょっとお許しください。はい。まあいろいろ難しいんですよね、ほんと配線が一番。でちょっと速度上げていきましょうかね。はい。いいっすね、このカーブホームのここを通過していく感じ。はい、今度は本線を走っております。で坂を登って、おお、見えない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 、あー引っかかった。はい、この感じもいいっすよね、この木の後ろ走ってる感じ。そして来ますよ皆さん。おお、いいっすよね、この道路のところと一緒に走るっていう。で今ね、実はセンサーを通過してですね、踏切が作動しました。はい。夜光覚感もバッチリですね。はい。でマンションの裏を通過して高架を今度下っていきまーす。いやもう最高すぎるわあ、ポイント切り替えてない。危ない危ない危ない。はい、そしてお待たせしました。踏切を通過します。この感じですよね、この、いきなりドーンってくる感じがね。はい。うわ、ラッピングすげえわ。えぐいわ、このラッピングって感じ。はい、ということで皆さん、あ、ズームしっぱなしだ。ちょっとすいませんね、興奮して、ちょっと途中から何を言ってるか全然わかんなかったんですけども。久しぶりのレイアウト紹介いかがだったでしょうか。ということでね、今回こそはガチでレイアウトをそんなすぐには変えませんので、皆さんご安心ください。もうよっぽど何かがない限りは変えません。もうこれはもう保証していいぐらい、マジでしばらくこのレイアウトでいきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで皆さんね、年末もうギリギリだったんですけどね、はい、どうでしたでしょうか。はい、よろしければ高評価、チャンネル登録、コメントお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。それではさようなら。